スティーブ・チェンは YouTube 社の共同創立者の一人で同社の元 CTO。台湾で生まれ育ち、8歳の時に家族と共にアメリカに移住。数学と科学を愛好し、高校ではジョン・ハーシーハイスクールに加え、イリノイ数理科学アカデミーに通い大学レベルの教育を受ける。イリノイ大学アバナ・シャンペーン校でコンピュータサイエンスを専攻。在学時、 同級生であったマックス・レブチンの誘いで初期のペーパルに入社。様々なプロジェクトでエンジニアリングマネージャーを務め、会社の中国進出に従事する。2004年、Facebook の顧問をしていたマット・コーラーにより、最初に採用されたエンジニアとして働いた。ペーパル時代の友達とビデオサイトを作ると言って、辞めようとするが、コーラーに一生、後悔するぞ。 Facebook はすぐに大きい会社になるんだ。ビデオサイトなんて履いて、捨てるほどあるじゃないかと説得されるも聞かず、ビデオサイトを作り、ビデオサービスを始める。2005年2月14日、ペーパルで知り合ったチャド・ハーリー、ジョード・カリムと共に、YouTube を設立。2006年10月、YouTube を Google 社に対して16億5000万ドルで売却した。2006年6月、月間し、 ビジネス2.0に今重要な50人のうちの1人に選ばれる。2007年5月、ウェビー賞ウェビーパーソンオブザイヤーを受賞。2008年、YouTube を退社した。ありがとうございます。